それダメなのかな、こういうの流したら人の曲。そうだ。だからインストみたいな残るからね。ダメだね。やめやめ。ウィッシュはシャンシャンシャンみたいな。それはオッケー。そっちはオッケーなの。どういうこと？なんか著作なんていうんだろう。フリーなの？フリーじゃないんじゃない？ウィッシュはメリーです。どうですよね。ぽいの。歌えば。そうします。どうしよう。でも本当になんかそのネタをどうすればいいかね、ちょっと聞いてみるとか。うん、何がいいかな。じゃあ3人でさ、プレゼント交換しようよ。じゃんじゃんじゃんって回してダメ。すごい今ね、ちょっとリサ子で放送できない顔したいのこの人。だってそんぐらいしか浮かばないじゃん、クリスマスって。確かに。みんなで集まってさ、はーい、目つぶってー、あーこれみたいな。めっちゃハードル上がる。本当にテーマ決めればいいじゃん。歌の件は1週間あるの。そうだ、1週間あった。映ってないやつ、うん、画面から3、うん、その時でやった、うん、あとクリスマスは何するか。ケーキ食べる、うん、チキン買う、一匹買ってこようか。チキン、七面鳥みたいな。七面鳥買って、チキン食べようよ。売ってそう。それさ、千葉さん肉になったらテンション上がったよね今。肉食べようよ。肉食べようよ。顔が肉になってた。シャンパンは、まあ、とケーキは用意して、うん、そうね。クリスマスパーティー、うん、でさ、一人ずつなんかさ、ポテト持ってきたりさ、わかんないけど。何ポテト？僕はポテト食べたい。そう、食べたいだけ。今食べたいもん言ってるだけで。ポテト食べたい。普通に感じにさ。なんだろうな。そば打つとか。そういう楽しいことしよう。うん、楽しいことしよう。なんか、ひたすら。で、誰か呼ぶとか。テレビ。来てくんないかな。誰も来てくれないかな。暇な人は今すぐ来てみたいな感じで。30分だね。わかんない。一週間後暇な人募集します。めっちゃ来るよ。そっかに。ダメです、ダメです。顔出し OK な人ダメです。あ、そっち。ダメです。うちのあの、あそこのオートロックがまだ入れない。そうか、ちょっと、ま、ここを飛び出して。あ、場所変えるのもいいかも。なんでハードル上げんの。え、なんで千葉さんがね、そのあー大変か、無線とかね、行くの大変だよ。そっか、ロマンさん呼んで。あ、ロマンさんね、面白いね。ロマンさんでも後ろとお酒飲んで終わりし。あ、確かに、うん、面白そうだけど。クリスマスプレゼントメールから2名それぞれくれる。あ、向こうは全然。でもさ、ポラを送ってないやん。そろそろやばいよね。そうだよ。なんかさ、この前ポラ撮ろうって言ったらやめてね。今日撮ろうって言ったんですよ。でも取材が入っちゃって。そうだそうだそうだ。確かに。これなんか完全に格安トークみたいになってきた。何がいいかな。ねえ、なんかしたいよね。うん、なんかどっか。やっぱどっか行く。社長呼ぶ、社長ならちょっと豪華になりそうじゃない。なんなんよ。だってさ、今。あんま面白くなさそう。今大体今知ってる社長たちどこ行ってるか。韓国。ソウル行っちゃって。私たちが台湾で、その時社長たちにスケジュール入ってて台湾行けなかったから韓国行くやつ。うん、別に私たち遊びに行ったわけじゃない。そうだよ。まあ、そうね、キリオ俺たちさ、遊ばしてもらったけど続くね。うん、あ、千葉さんの家でやってみて、それいいかもね。あー、あー、それ楽しそう。次の日が、の夜が申し訳ないんですよね。そうそうそう、うん、全然いいけど、帰り自分たちが行く。そうなの、本当に。いいや、千葉市じゃない。え、違うんだ。そうか、なんかいいアイデアが出てこないね、今日ね。でも、まあ、とりあえずさ、食べ物があって、みんなから、そう、なんかクリスマスの面白ネタとかね。うん、なんか去年もやったような気がする。うん。なんか、クリスマス大プレゼント的な感じで、リクエストがなんかあれば送ってもらいたい。サンタさんお願いみたいな。それで今年は最後かな。いや、21どうなります。あ、でも微妙かも。もう最後かも。21が終わりだったら、そう、なんか年末的な、ね、ことでもいいかも。だから、そう、みんなさ、なんかリクエスト送ってほしいかな。ワンマン頑張ろう決起みたいな感じでもいいし、うん、それもありだし、いろいろ呼ぶ。社長に、中道さんに、ヒロさんに、そんなにいっぱい来ちゃう。入んない。みんな来てくれる、そんなに。意外とみんなでカメラの前になって喋んないから、ね。普段ギャグするさ、うん、どうなの。そうね。ちょっとさ、考えよ。考えて、中で考えるけど、皆さんもクリスマスだから、もしかしたらこの2人がリクエストに答えてくれてくるかもしれないから、うん、送ってください。
やりますメールとかツイッターとかにも書き込んでくれれば、うんうん、見ます。なにこれ、なんかテンション下がってきてる。あ、餅つく。おお、餅つくの面白いかも。公開配信やって。あ、それ面白いね。あ、いいミュージックさんやってくんないかな。公開なんでしょ、場所でも。なんかさ、ちょっとなんか、なんかそのね、公開楽しそう。居酒屋とかでやりたいよね。やりたい。それでお客さんも入ってさ、うん、ロフトさん、あ、ロフトさんになる。なんかすごいいいこと見てる。あ、なんか楽しいことやりたいと思って。トークショーやりたいな。それ来年やろう。トークショー、うん、トークショー来年やろう。頭交換。じゃあさ、ズラかぶればいいんじゃない。私たちズラかぶればいいの。交換ダメ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 、次元でしょ。ズラをこの上にかぶったらいいんじゃない。お互いなんか買ってきてさ、似たような。ダメダメダメ。あ、すごいいいこと思いついたみたいに言ってけど、ダメだ、ダメです、ダメ。ツリー飾れますよ。あ、なるほどね。でもね、千葉さんは片付けなくてね、年越すから断念、ね、うん、ね、2月になってもなんか釣りやる。なんか DVD 鑑賞とか。じゃあ何見たり。これを実況するの。映ってなくて実況なの、うん、千葉さんとスリーショット放送は、あ、画面から2人がはみ出すかな。引きで引きでね、うん、引いて引いて、うん。あ、でも考えよう。じゃあクリスマスパーティープラス、うん、年末大、ね、反省会プラス、うん、ワンマン劇集会みたいなね、うん、じゃあ30、1時間なので8時から9時までとか、8時半から9時まで、結局ダラダラ行くね。10時ぐらいまでなりそう。誰よ、俺遊んでてもドレスコード考えてる。なるほどね。襟、襟襟、うんうんうん、わかんない。ドレスコードみんなが見るためのとことかな、うん、まあいろいろちょっとやりましょうよ。はい、顔もあちょっと、ね、じゃあそんな感じで。そんな感じですかね。脳科学の人呼んだらやめなさい。え、なんで。いやいや、呼んでもいいけど、うん、いいと思います。お酒ね、入ったら。違う違う、そういう意味で言ったんじゃないの。そういう意味で。いや、びっくりしちゃった。なんでそんな否定すんの。いいんだけど、脳科学の人の言い方が。社長にカラオケ歌わせとけばいいんじゃないですか、後ろで。歌わせ。それみんな楽しい。全然楽しくない。それ BGM 的に。3人で大食い選手権、敗者罰ゲーム。絶対で。私、速攻落ちるじゃん。ねえ、レナが勝った終わりだよ、絶対。いやいや、千葉さんかも。いやいや、レナが食う。ミニライブ。あー。うん。さあ、場所やる前にね、ここちょっと机だけでさ、一曲。ドン。うん。考えます。考えます。こんな感じで。なんかすごい、ダバダバトークになってたし、ね。まぁ、あ、こんな感じで。うん、お知らせは？じゃあ1枚引きましょうか。ああ、お知らせは、でも申し合わせ。ね、あと、シナプスもありますね。うんうん、とこれとあと18日は、ミニミニ映像大賞もあります。ミニミニでもまず楽しみだよね。楽しみ。今回、出番多いもんね、去年。うん。めっちゃ前のバイオリンが見たいでしょ。バイオリン弾けません。1日でやめました。え、はい、先生と喧嘩してとか。してません。私してません。バイオリンと喧嘩しました。あ、バイオリンだ。ペンネーム、しんじさん。お、ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。今日ダメじゃない。なんかすごい全然。お名前とご住所こちらまで、はい、今年中に送ります。来週やろうよ、絶対に。そうですよね。来週やりましょうか。やっぱね、撮ってね、送った方がいいですよね。ちゃんとちょっと溜めすぎだと思うな。どんどん撮らないと7時集合、うん、あ、でも7時集合って言ってもね、うん、ちょっと老けてくよ。今なんか言われたね、くさ。はい、じゃあまた来週。はい、来週もしかしたら今年最後の放送かもしれないですね。皆さん見てくださいね。今日なんか最後の一言みたいなの来なかったね。来なかったね。でもなんか無理やり言おうか。うん、いざこ疲れてきてんだけど、ちょっと頑張って。テーマ何がいい。テーマ、今気になることないな、あんまり。じゃあ、いっか。え、いいの。いいの。みんなメールくれ。じゃあ、ほら、今韓国に行ってる社長たちにさ、あ、メッセージ。お土産楽しみにしてまーす。ダメ。蝶詰めが食べたいせよ。あ、AB 呼んでって。うん。
じゃあまた来週。アデュー。アデュー。今日ほんとグダグダだ。で、こうやって去るんですよ、ね。あ、そうそう、去るんだ。忘れると気をつけて。去ると気をつけて。上手に去れるかな、ルイにしようみたいな。やめなさいね、なんちゃん。まず見えるかな。今日ね、生足で。ちょっと、美佐子まだ映ってる。まだレナも映ってるかしら。